はい、どうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、こちらやっていきたいと思います。まあ、こちらなんですけども、まあ、前回のバージョン 5.5 後期の、まあ、それでやった、まあ、フェスタ・インフェルノ、インフェルノ・フェスタでしたっけ？まあ、どっちでもいいですけど、まあ、これ今回やっていきたいと思います。まあ、そういうわけなんで、今回のお題は、レグナードっていうことで、18日までなんで、3日間ですね、72時間開催しているみたいですね。で、なんでこれ開催したのか、マジで謎。どういう条件で開催されるのかっていうのは、マジで謎なんですけども、まあ、それでもね、開催されたんで、どんなもんなのかっていうのを早速見ていきます。早速やっていきましょう。はい、そういうわけでやっていきますよ。まあ、こんな感じですね。要するにいつもの感じの邪神みたいな感じですよ。これで他の人を誘っていきましょうか。指定のパーティーで。で、今回ね、ちょっとやりたいっていう人がたくさんいたんで、4人集めました。はい。8人でね、ドアコ8人で行くことになりましたんで、さあ、楽しみですね。ちょっとあそこにプーちゃんがいるんですけど、あれは NPC なのか、そうじゃないのか、ガチで謎なんだが、あ、動いた。多分普通の、あれだな、プレイヤーだな。プーちゃんっていうプレイヤーが、いや、マジでクオリティ高すぎでしょ。さあ、というわけで、マッチングしました。まあ、これ同盟受ける側もね、なんか話しとかないとダメらしいんで、ちょっとそれでだいぶ時間かかったんで、まあ、そういうわけで、参加する人もね、しっかり話しておきましょう。はい、そう、始まりました。どんな感じなんでしょう。あ、普通にレグナードが出てきますね。で、これで何？そのまま戦うの？これ。うお、目の前にいる。フィールド狭っ。フィールドマジ狭いんだけど。これ、あ、一人今回パラディンいる。いや、完全なるもう完封でしょ、これ。マジ完封試合だと思うわ。ちょっと待って、俺バトマスできたんだけど、これかなり場違いな感じだね、これ。ちょ、待って。なんかみんな、打ち合わせしてたの、これ。なんか俺だけなんですけども、バトマスって。もうみんな物理職でワイワイ来るのかと思った。いいよ、後ろでいいよ、俺が後ろでやってっからよ。ひたすら俺は後ろでバカマスしてるから。なんか、ダメージも負けてるし、なんか、性能的にも負けてんだけど。いや、なんか、ヨモギの邪魔しかしてない気がする、俺。待って。俺、この辺にいていいのかな？ちょっとわけわかんねえんだけど。いや、いいよ、切り続ける。どうせレベル1ですからね、強さ的には。やばい！助けてくれ！ああ！やばい。役に立たないどころか、迷惑までかけるっていう。ふわふわ綿飴食べよう。これ、ふわふわ綿飴食った方がいいわ。ダメだ。せめてみんなの邪魔にならないようにしてく。待って、綿飴ねえんだけど。これ開幕に食べとかないとダメなやつか。もしくはどうなんだろう。開幕に食べても効果ないのかな。わかんないけど、とにかくテールスイングにマジ注意してこれ。うい、オッケー。ターンエンドに気をつけてればいいんで、はい。あとはひたすら、攻撃をぶっ放すだけなんで、はい。これであとは、危ない危ない。自分がタゲってことも考えないとね。待って。HP 多くね？普通であれば、8人もいんだよ、これ。あ、そんなことなかった。いや、全然。待って。そろそろ、竜の方向来るから、最下の陣引いて、さっさと、みんなと離れよう。あ、どっか行こう。せめて、迷惑にならないように。やばい！くっ！オッケー、俺しか避けてねえじゃないか。あ、コウコちゃんも避けてさ。あとは、こっから、遠距離射撃を。よいしょーい。うぅ。お、待って、炎耐性下げたんだけど。あ、これみんな、あれ聞くぞ、あれ。ファイアブレイク、聞くぞっていう。これ聞くぞ。あ、俺死んでて聞こえねえ。ファイアブレイク聞くぞ。え、これあれでしょ。プラズマブレードが効いたってことはそういうことでしょ。誰か、ファイアブレイドやれ。ファイアブレイドじゃない。ファイアブレイク。ファイアブレイク効くっぽいぞ、これ。いい。もしかしたら、ファイアブレイクってこのためにあったのかもしんない。あ、そういうことじゃないの。違うよ、俺何もできてねえ。いや、マジで何もできてねえんだけど。待ってこれ。とどめは俺が刺したいな。ねえ、全身全霊切りかなんかでこう。よいしょ、せめてとどめぐらいは。あ、めっちゃ惜しかったわ。残念でした。そういうわけで、あ、紫の宝箱手に入った。何が手に入るんだっけ、これ。名前忘れたけど、なんか、多分いいもの手に入るんでしょう。あ、どうでしょうか。砂が手に入りました。まあ、だいぶお手軽ですね。レグナライトも確か手に入るんじゃなかったっけ？まあ、これもう一回やってみましょう。はい、というわけでね、もう一回やるんですけども、いや、マジで職業しっかりした方がいい。てか、これ、野良で行く場合だったらどうなるんですかね。野良だともっとはちゃめちゃなんでしょうか。今回固定で組んでるんで、みんなね、いい感じの構成ですけど、マジでわけわからんな。あ、魔法戦士とかいいじゃん。ね、一人も魔法戦士いなかったんで、ここで魔法戦士やれば、
めちゃくちゃみんなの火力上げられるでしょ。いや、これはいいわ。これ最高。これ最高なんで。これがあの真のプロプレイヤーみたいなもんなんでね。だからこうやって自分の火力しか考えてないやつはダメってこと。ね。要するに、周りの火力をいかに上げるか、そういうのを常日頃から考えていきましょう。で、ちょっとわたあめ効果あるかやってみようか。さあ、というわけで、やっていこう。とりあえずは、フォースいらないでしょ。まあ、自分のためにフォースかけとくか。で、あとは、ひたすらレグナードに、フォースブレイクをぶち込めばいいってだけでしょ。こんな簡単じゃん。俺だけじゃないよね。っていうか、わたあめ効果ありますね。外で食べれば効果ある。皆さん、わたあめ食べていきましょうね。いや、やべえ、これ。炎耐性も下げ、しかも、フォースブレイクって、いや、やばすぎでしょ、これ。いや、で、クロックチャージとかやってしまえば、完璧じゃないの、これ。よし。じゃあ、皆さん、よろしくお願いします。で、ちょっと誰もあれやってくれなかった。ね、範囲バイキルトやってくれなかったんで、一人で悲しく、こう、バイキルトをやって、で、ちょっとやばい。やばい、死ぬかも。俺死んだかも。すまん、ご飯。あ、よく生きてた。あとは誰の迷惑にもならないように、こうやって、このように、一人でね、ひたすらこう、後ろからチクチクやるだけ。で、フォースブレイクがそろそろ溜まりそうだけど、ちょっと何もすることないな。これどうしよう。ちょっと弓ポンでもしとくか。雷とか来たら一巻の終わりだからね。いや、これマジでいいじゃん。これ魔法戦士最高だわ。で、よし、ウィングダイブ。で、これで、しっかりと、周りのサポートもしていく。あ、しかも、炎耐性ガンガン下げてんじゃん。これいいわ、マジで。これ、あ、マジックアローある、これマジックアロー。これ効くんじゃね？これ効くでしょ？効かないわけが、危ない。逃げよう、危ねえ。これマジックアロー効かないわけがないでしょ？効いた。待って、俺、今、ものすごくパーティーの役に立ってる気がする。俺なんか、全員から必要とされてる存在になってる気がする。いや、これいいわ。現実で、もしもね、自分役に立ってないんじゃないかみたいな。まあ、そう思ってる人がいれば、ぜひとも魔法戦士で来てみてください。これみんなの役に立つから、マジで。社会から役に立ってないと思ってるそこのあなた、ぜひともこの魔法戦士で行けばね、みんなの役に立てることなんで、はい。これマジおすすめ。じゃあ、というわけで、はい、皆さん、待望のフォースブレイクぶち込んで、で、そしたら、ダークネスショットとかでなんか、いろいろ援護射撃して、よいしょ。で、あと最後、俺マダンテで決めたい。みんなよろしく。じゃあ、あとは、俺の、スーパー、スペシャル、ウルトラ、グレート、ワンダフル、マダン、あれ。まあ、こういうこともあるから。なんか、でも、マダンテ、範囲狭くね？ちょっとなんか、補正かかってる気がしたんだけど、今。距離感間違えたかな？なんか、距離が分かりづらい、これ。で、これは、なんか2個目の報酬は何もないっぽいですね。まあだから2回目以降は本当にボランティアみたいな感じかな。救済ポイントとかはもらえるのかな？どうなんだろう。まあちょっと分かんないですけど、なんか救済ポイントもらえたような気はするんでね。まあその辺ですね、ぜひとも知ってる人、コメント欄で教えてください。はい、そういうわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはこちらのインフェルノフェスティバルということで、まあ名前なんだっけ、インフェルノフェスタ、まあそれ紹介しました。これまあね、18日までやってるんで、ぜひとも急いでやってみてください。まあいろいろこうレグナライトだったりとか、なんかその辺砂とかもらえるんで、でまあそれで多分救済ポイントももらえるみたいなことはちょっとさっき言ってたんで、まあぜひともですね、まだなんかレグナードの素材が足りねえとか、まあもしくはそういう方、ぜひともこちら来てみて、でそれでやってみてください。はい、そういうわけで今回はですね、インフェルノフェスタということでこちら解説しました。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。